こもお願いします。もういないですね。お願いします。それを恥ずかしげに見つめる松岡隆さん。ではちょっと生徒さんそのまんま伺っていいですか。はい、ということで後輩に、はい、うまく使ってもらってるじゃないですけど、まあラインとして決まったのは嬉しいところです。はい、でも僕が前の方が、まあ、ラインとして強いって言われると断れないですよね。そんな持ち上げられると。なんと。でその中ある程度その中部勢と、まあ、深谷さんのラインとで、はい、あそこは深谷さんが叩き切った後っていうのはポイントがあった感じなんですか。いや、谷口君が結構頑張ってくれたんで、うん、その分僕のタイミングが取れましたね。で深谷さんがちょっとやっぱり足使って出たところ、はいはい、そこだけがもうあそこだけですね。でそこで僕にちょっと展開が向いたかなという感じです。なんとで逃さず行って、はい、で、まあ、我々の中でやっぱりこの前新田さんを合わせたり、はい、今回深谷さんをまくったり、はい、あと倒すところはワッキーと、ラブレー戦じゃないかという話ですけれども。そうですね。ラブレー戦とは対戦できそうにないので、なかなかワッキー倒せるように頑張りたいと思います。やっぱりちょっとワッキーが戻ってきて、あちょっと心配ですけどね、うん、まあなんとか戻ってきて、うん、いいレースを、はあ、いい競輪をしたいですね。いい競輪をまた、うん、盛り上げたいですね、うん、多分清張さんのこの走り見てワッキーは早く腰治らんかなと思ってやってるでしょ。続いてますね腰。まあしっかり治してもらってる清張さん、まあ、準決そして決勝に向けてですけども、はい、疲れが、うん、まあ、取れれば勝負はできるかなというぐらいですかね、うん、まあ、ちょっとやっぱ末が甘いのはこのバンクの末もあるのかなっていう気もしますね。うん、なんとかちょっと可愛い、はい、熊本の後輩たちが癒してくれるでしょう。また順調期待します。ありがとうございます。ありがとうございます。